どうもイヤホン名古屋支店の中田くです。どうもイヤホン名古屋支店買取スタッフの時です。お久しぶりです。久しぶりです。はい、今回はですね、お客様の方からリクエストいただいて、こちらミーオーディオの製品をご紹介したいと思います。こちらの、ミーオーディオなんですけれども、アメリカ発のブランドとなってまして、現在こちらの4種類ですね、がラインナップされております。まずご紹介するのが M6 Pro、 こちらになりまして、こういったイヤホンになっております。ダイナミックドライバー一発の、着脱式ケーブルが搭載された、イヤホンモデルになってまして、とてもコストパフォーマンスに優れたモデルになってます。実際に聞いてみたんですけれども、レンジはそんなに広くない、正直、広くないんですけれども、ボーカルだったりとかギターだったりみたいな美味しいとこはしっかりと、持ってってくれるようなイヤホンですね。若干低音膨らむところはあるんですけれども、それにポンプライとかでもうちょっと出してあげると逆に芯が見えてきたりするので、そちらのもおすすめです。続いて M6、 こちらはですねスポーツタイプのイヤホンになってまして、見た目もすごいカラフルになってます。でボディ自体がものすごい薄いのでフィット感がとてもよくなってまして、 IPX、防水性能ですね、こちらは IPX5 になってるんです。汗ぐらいであれば全然問題なく使用していただけます。 M6 の音なんですけれども、スポーツ用っていうのがすごいイメージしやすいような軽やかな音になってますね。例えば、ロックだったりとか EDM はちょっとローが足りないかなと思うんですけれども、レゲエなんかはすごい、タイトにしっかりと鳴らしてくれると思います。続いてこちらが M6P2 になりますね。こちら音質の方はこちらの M6 さんと同じ音質になるんですけど、であとこっちの M6P2 だとリモコンの方がついているので、走っている時とかすごく調節しやすい作りになっています。そして最後にご紹介するのがこちらの M7P になりますね。でこちらがこの中でも一番音がクリアですごい聞きやすいイヤホンでした。私が聞いてもでスポーツ用なんですけど、普通にプレイヤーとかさせてもらって普段使いにも使いやすいイヤホンだと思います。僕もこれ4種類全部聞いて、一番これが低音がまず滑らかなので、それこそ何でもオールジャンルで聞いていただけると思いますし、低音の量感も適度なので出過ぎてるってこともないし、引っ込んでるってこともないので、そこら辺なんかもおすすめです。はい、今回ご案内したこちらのミーオーディオなんですけれども、店頭の方で視聴器もご用意してますし、この2つに関しては空張りもものすごい量あるので、ぜひぜひ、ご来店の際は要チェックしてください。はいではでは、名古屋オーステンの中田区と時でした。バイバーイ。